過ごしてたら大変だった？私は全然不便だと思わないけどな。ううん、とっても楽しかったですよ。そうだね。そうかな。うん、リンネさん頑張ってた。なるちゃんも忙しそうだったね。私はいつも通り。そう。でもイベントでこんな遠くまで来るとは思わなかったよ。へえ、そうなんだ。明かりが少ないだけ。ああ。なるちゃん、何見てるの？月を見てた。あと、星も。そっか。うんうん。月も星も綺麗に見えるね。そう。なるちゃん、行こう。そうだね。はーい。わかった。なるちゃん、今から何しよっか。トランプする？部屋に戻る。そっかー。トランプはやらない？うん。そっか。マネージャーさん、トランプしましょうよ。一回くらいいいでしょ。大貧民にする？それともスピード？知らない部屋。カーテン開くの。知らない街、青白い世界。リエ、リエ、どうしたの？ああ、メイ、どうだ、そっちは。いつも通り。あ、いや、確かにメイはいつも通りだと思うけど、そうじゃなくて。何？あ、ほら、こっちでニュースを見てたら、そっちは明日大雪になるかもって。そう。天気予報見てない？さっきホテルに着いたとこだから。おお、そうだったんだ。お疲れ様。ねえ、リエ、お土産、何がいい？お土産？買ってきてくれるの？うん。メイのお土産なら何でもいいけど、強いて言うなら、やっぱりお菓子かな。その地方じゃないと買えないみたいな、そういうの。わかった。悪魔にふさわしい甘美なる一品を頼む。そうだね。楽しみにしてるね。
雪を眺めながら食べるアイスクリームが美味しいんだよ。うーそっか。リンネさん、私お土産見てくる。向こうに売店あったから。なるちゃん、リエンヌにお土産買うの？そう、富山のお菓子。リエ、和菓子好きだから。そっかそっか。それじゃあ私も買いに行こうかな。サトチンは何がいいかな。うわー、なんだか雪がたくさん降ってきたね。窓の外、吹雪だよ。マネージャーさんはマサキさんたちのお土産何買ったの？なるちゃんはリエンヌへのお土産何買ったの？お菓子、老舗の。わあ、おいしそう。名前もぴったり。あらら、やっぱり止まっちゃった。結構時間かかるね。私退屈しちゃったな。ねえねえ、なるちゃん、しりとりしようか。リンネさん、私眠りたい。そっかそっか、やっぱり寝るのが一番なのかな。なるちゃんは時間の使い方が上手だね。私こういう時何していいかわかんないよ。寝た方がいいよ。でも私眠くないからな。マネージャーさん、しりとりする？そっか、じゃあ一人でしりとりしようかな。あれ？子供の声だね。どうかしたのかな。あらら、ぐずっちゃった。新幹線ずっと止まったままだもん。泣きたくもなっちゃうよね。私なんかできることないかな。何するつもり？あの女の子が笑顔になってくれればいいなって。なんかお菓子でもあればいいけど。リンネさん、これ。え、それリエヌへのお土産じゃないの？そう。でもリエにお土産を買う機会はこの先もあるから。そっかそっか。うん、わかった。じゃあちょっとこのお菓子あの女の子にあげてくるね。うん。なるちゃんのお菓子すごく美味しそうに食べてたよ。そう。おかげですっかり笑顔になったみたい。なるちゃんのおかげだね。ありがとう。リンネさんはお菓子とか買ってなかったの？うん、私サトチンへのお土産はタペストリーだから。タペストリー？何の？えへへ、もちろん黒部ダム。そう、サトリさん喜んでくれたらいいね。うん。あ、リエンヌだ。ねえなるちゃん、リエンヌ待っててくれたんじゃない？うん、この後約束してるから。
いいの？もちろんだよ。わかった。リエ。おお、メイ、お疲れ様。うん、大変だったね。疲れてない？うん。リエ。何？富山のお菓子、お土産に買った。でも。でも？新幹線で泣いてた女の子にあげたよ。そっか。それで子供は泣き止んだ？うん。リンネさんがあやしてた。それでよかったでしょ？ああ、もちろんだ。お菓子はいつだって食べられるしね。うん。そう言うと思ったから。なんだか面白いね。面白い？何が？寒いところから帰ってきたメイにあったかいスープを飲んで欲しかったのに。ほら、すっかり我が輩の方が冷えちゃったし。うん、リエのお菓子もなくなっちゃった。リエ。何？星は今日も見える？そうだね、きっと見えるんじゃないかな。こっちの空は晴れてるからね。